こんにちは気になる男の145話ちょっと短めにお伝えしていこうかと思います短いですけども考えることは結構ありますんでね受け取るものなんか必ずあると思いますで,では145話は、まあ、はったりという言葉でね前回144話のキーワードが、まあ、集約されていたと思いますけどもいやこれはねはったりという一言で言うとなんかインチキ臭く思えるんですけども実はこれねあの会社組織の中ではよくあることであの役職が人を育てるって言葉は聞いたことないですかね まあ例えばね、平社員で入って一番最初の役職がまあ主任だとするじゃないですか。これはですね、主任という力量を整えたから主任に指名されるわけではないんですよ。主任という役職につけることによって主任の力量が備わってくると思うからその役職につけるんですよね。ですので、就任したその日から主任としての修行が始まるんですよ。そうなるとどういうことになるかというと、 主任なんだからきっちりしてくださいよとかね。主任の役職、責任というのはこういうものがありますよ。主任の権限はここまでですよ。そういうふうな形で、主任という立場だからこそ見える一般社員の立場、そして主任以上の、例えば課長とかね、部長とかの立場っていうのが全く見え方が変わってくるんですよ。特に部下育成とか、職場を上手に円滑に回す環境を整えなければならないっていう新しい仕事が加わることによって、 今まで自分が平社員でやってきたことってのは単なる作業だったよってことに気づくんですよね。で、そして主任っていうのは部下に対して仕事を用意する役職ですから、誰に何をさせるかっていうのは作業割り付けとか、それからあのスケジューリングですよね。いつ休憩をとらせるのか。で、部下の不満はどういうところで起きてるのか。その不満の解消のためには自分は役職として何をすればいいのかってこと。こういうふうなね、人とか環境に対しての責任が出てくるわけなんですよ。 での一般従業員って与えられた仕事与えられた環境与えられた人間関係を不満と感じながらただ作業に没頭するだけで済むわけですよねだから作業ができればただその結果が悪くても結局は尻り拭き役がいるって形で結構ね楽な仕事をしたんだろうなっていうふうに初めて見え出すんですよで主任という立場ってのは結局自分の責任で責任ではないようなねトラブルやミスも自分の責任として部下の責任は自分の ミスととといいいいうことでで、あのーまあ、フルバックしないといけなけんですよねうんだからじゃないですか、あのー、主任という人間役職が人間を育てるっていう役職が人を育てるっていうのはねこれがだからある意味リーダーというものに抜擢されたからこそ一般のメンバーにリーダーに最終責任とかね最終的な 懸案事項とかが回ってくるってこともありますし決断をするのもリーダーの役目とかね主任の役目ってこともありますでもっともっと立場が進むと部長ってのがありますよねで部長っていうのはじゃあどの部を統括してるのかっていうことと他の部門があるわけですよそうすると部長同士の横のつながりっていうのも持っていかないと他の部門に顔が利かないってことになっちゃうとひいては人事にも関わってくることがありますんでじゃあ部長として組織全体を見て 適材適所って何なのかってことを見るためには、他の部署や他の役職もやっぱり見とかないといけないし、場合によっては取締役との関わりも出てくるわけなんで、もう全然ね、その、一般社員とか主任とかリーダーとか課長とかとやることが変わってくるんですよ。だから日中は手をフリーハンドにしないといけない。作業に縛り付けられてる全体が見えないからなんですよね。だから一般社員から見るとね、部長っていつもブラブラして暇そうだよねって見えたりとかね、なんかゴルフしたりしていいよねとか。 今日も素敵なランチに行って羨ましいよねって見えるんですけどこれ全部ね、あのー、やらないといけないことなんですよねでもそれを仕事だから仕方なくやってるっていうふうに見せないような義務も発生するわけなんですよで社長ですよ社長っていうのは一番優秀なあの社長っていうのはね現場にいないことですよねもしくは会社に首を出さないこと社長がいなくても回るような会社を作れた時に社長は初めて社長になれるんだけども実際に社長って雑用いっぱいしたりとかね掃除をしてみたりとかね有志の話に 奔走ししたりとかでしょ。だから社長の仕事って全くできてないんですよ社長の仕事ってのはいざという時のために体制を整えたりとか次の展開を図るために別の事業を立ち上げたりとか別の会社を作っていくことのはずなのに全くそういうことができないんですよねだから社長であればあるほど社内のことに関わりあって社員のしれかした後始末っていうのをずっとやってるみたいなことになっちゃうんですよだから社長がいつも現場にいないといけないし社長が会社を離れることも難しいと。 だから一番優秀な社長、本当に名実ともに社長になったまさに役職が人を育てたと言える社長っていうのはずっと会社にいないことなんですよねそれでも回るような組織体制部長それからルーチンワークが作れているってことで遠隔からでもメール1本電話1本で作業や修正ができることなんでしょうねだからねハったりといえば確かにハったりなんですけども まずは自分よりも一回り大きな服を着ることによってそれが似合うような自分の体の作り方鍛え方をするっていうふうに後追い後追いでやっていくにしかもうなりえないんですよね最初から社長の勢いでボーンと立つことってのはなくって まあ一部にはヘッドハンディングみたいにありますけどね。それにしても自分の体と組織の体っていうのをリサイズしなければ簡単に崩壊してしまう。それが役職付けってものでありますし、役職を付けるってことはまずハッタリを効かせる。そしてこの人に対して皆さん敬意を捧げなさいよとかね、一定の一目を置きなさいよっていうふうな、まあそういうふうなサインなんですよね。でも本当にあのたまにいるんですけども、何の役職もないのに、なんか組織全体を動かすことの影響力を持つ平社員っているんですよね。 まあ、宴会部長もその一つだと思いますけどもね。それからなんか、ガーシーみたいなね、国会議員で、無名なんだけども、ああやって国会全体に話題を振りまいたりとかね、影響力を持つ人っていうのもたまにはいるんですよね。まあ、でも、そのたまにはに注目して全体を忘れてはいけないんで、私たちはもうあくまでもね、普通の人出発でいかないといけませんから、普通の人,人として役職がつくってことは、ハッタリをかますってこともありますし、自分が代表を名乗ったりとかね、何かの、 ネットビジネス塾の塾長になるってことったら非常に大事なんですよ。その時に自分はあのどんなものを目指しているのかってことを打ち立てるっていうのも結局ハったりなんですよね。うん、俺はこうなるぜ例えば3年で1億稼ぐぜっていうふうに看板を掲げて毎月毎月売上がやっぱりね7 8 0 0万上がってきたらあ本当に3年で1億いきそうだなっていうふうに評価を受けるんですけども俺は1億稼ぐぜって言ってもね なんか、日々仕事がなくてブラブラしていたら、こいつ口だけじゃないのから、本当になんか隠し止あるのかなと思われて、だんだん信頼が薄らいでいくってこともありますしね。だから、ハったりをかますってのは、商売上の大きな看板を見せる、原理原則ではあると思います。というのがね、やっぱり見た目に見すぼらしかったら人は来ないんですよ。まあはったりの一部じゃないですか。いや、うちは大した店じゃないから、飾り付けだけ頑張ってもしょうがないよって思うのか、よし、看板しっかりしようと。 そうすると、いいお客さんが来る。そうなると、いいお客さんをお相手するために、従業員もレベルを高くしないといけないから、いい会社が育つ。結果的に、いい売り上げに後からついてくるみたいな感じでね。やっぱこう、売り上げは後からついてくるみたいなところにも通じるのかなと思いますよねで。あとね、大変な仕事って概念あると思うんですけども、逆に大変じゃない仕事ってあるんですかねとかね。<laughs> この仕事は忙しいからねっていう人いますけども、いや、忙しくない仕事ってなんかあるんです暇な仕事ってあるんですとかね。 うん、あとね「万年人手不足」っていうのもよく聞かれるんですけども「いや人手不足なんです」ってだってお客様の求めてるものってのは必ずしも会社の力量に見合ったもんじゃなくてそれを超えたもんであることが多いわけですよそうなるとその分だけ人手不足人材不足っていうのはありえますよねお客さんのニーズは無限にあるのに社内で働く人間は有限でありしかも学び続ける人っていうのはその中の一部ですからね だからすぐに爆脚が出てくるんですよ。だから常に人員不足っていう状態が起きる。人員が不足してるからそれを補うために知恵が出てくるのが企業活動だということでございます。だからね、どんな仕事もギリギリまでやってるんですよ。ギリギリで何の余裕もなくやるんですよ。余裕が生まれたらその余裕に対してもまたね、仕事の精度、結果を高めるために徹底的にやり込むんで結局余裕は排除されるんですよ。その全自然のをかけてお金をつかみに行く、その現場が 職場ですからねだからそこまでしないんだったらお金なんて手に入らなくて持てる能力を使わなければそれこそおそんな人にはいいお客さんはつかないですよ不器用でも泥まみれになってやる姿に人はお金を払ってもそこまでやってくれたんだったら全然惜しくないよっていう気持ちこの気持ちがね動かされるわけなんですようんだから仕事ビジネスっていうのは人の気持ちを動かすプロフェッショナルですからねやる気のない人をやる気出させるのもそうだし もう、対立している人と仲良くする。まあ、そういったビジネスっていうのは、コントロール。人のマインドのマネージャーなんですよね。そして最後にこういう言葉を言いましょうか。あの、マネージャーのマミンムエも、マネージャーっていうのは管理者であったり責任者のことなんですけども、マミンムエもですよ。まあ、ンジャーと思う人は、マネージャーには向いてないですよね。責任者には向いてないし、企業家には向いてないです。まあ、ンジャーとか、ね。見、見は何でしょうか。見てねえんじゃー。現実を見てないんですよ。現実。目の前にあるものを見てない。 分析をしてない。見えてねえんじゃってやつですね「無」は何でしょうか「無理してんじゃ」って、ね、これははっタりに似た言葉なんですけども自分の力量を超えたところまで看板をかけちゃうとその看板の重さに潰れちゃいますつまり「無理してんじゃ」「無理して潰れてその先がなかった」ってことですよね「目」「目」は何でしょうかいろんな問題で精神を病んでめげてる人です、ね、金を稼ぐ活動っていうのはめげるんですよ シュンとなるんですよ。その痛みに耐え抜くからこそ、チャリンと小銭が手のひらに落ちるわけでしょ。で、まともにダメージ受け取ってたら、そこで倒れて終わりですよ。だから、めげてんじゃって人は、結局は自分の組織、自分の体、自分の精神をコントロールすることすらできないってことでしょうね。最後は何でしょうか。まみむめも、もは何でしょうか。もうええんじゃって。 やめちゃう人、成長しない人これは時代に取り残されてそのまんま405060になっていく人ですよまあ民務めもねあなたはどんな管理者になるでしょうかいってらっしゃい